週刊ボードボーイ、イエーイ、お願いします。はい、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日もですね、ボートレース尼崎から収録ではございますが、はい、配信させていただきます。はい、皆様チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。お願いします。そして、YouTube さらにボートキャストでも、配信中でございますので、うん、そちらもご覧くださいと、はい、いうところで、いよいよ、準優勝戦、準決勝、準決勝終わりまして、いよいよ明日は優勝戦、決勝戦でございます。まあ、なかなかのメンバーになったといいますか、ね、あの準優勝戦も、あの、ね、あの順当な結果あり波乱ありな感じでね、はいはい、非常にあの、ね、楽しい準優勝戦でございましたのでね、見応えありましたね、それ2着争いとかでもね、いろいろね、でしたね、うんうんうん、はい、というわけですのでね、明日の、優勝戦決勝戦もしっかり展望してまいりますので、皆さん本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではまずいきましょう、こちらです。はい、はい、準優勝戦振り返るということで、一つずつ、いきたいと思います。はい、はいはい、まずは10レースです、うん、はい、こちらは1号艇が池田浩二選手というところでございました。はい、今日はこの辺りから結構向かい風がね、やっぱりずっと強かったんですけどね。そうだよね、うん、まあ、ちょっとね、スリットからね、あの萱原さんだけがちょっと出てたんだけど、うんうん、その後はね、大差なくこうしてて、そうですね、うん、そして期待した萱原さんはちょっとね、やっぱり、うん、あの引き波で、そうですね、前に進んでない感じでしたね。そう、そしてね、やっぱり握ったね、まあ、うん、あの水面的にもね、やっぱりあのホーム向かい風でね、はい、握ったもん勝ちみたいのもあって、そこでしっかりとね、はい、3号手が出たところ、そうですね、馬場さん向くんだけど、やっぱりちょっと一足がね、そうね、うん、ここのところもやっぱりしっかり片岡選手の方が押してる感じしますね。そうなんですよ、いいターンしてるんだけどね、はい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 、ちょっとロスがあるんですよ、はい、ターンで、うんうんうん、そこでここでもうほぼね、1-3 の雰囲気に、そうですね、足的にもね、はい、そうそう、まあ、馬場選手、萱原選手もまあ、ね、うん、なんとかっていうところで、そうですよね、だから、うん、ついに池田さん1着というね、ああ、そうこの大事なところで、オール予選オール2着だったところで、うん、優勝戦で、うん、それがまあ脱出というのかね、そうですよね、なったというところですけどね、はいはいはい、うん、もうリズム的にもね、ここ一番大事なところで1着取ってというところ で、ね、はい、ね、もう絶好の明日ね、うん、ファイナル入りですよね、うん、まあ、そういうわけで、はい、まあ、ここはまあ 1-3 でね、もうこの辺でもほぼ決まり、はい、まあ、3番手が萱原、まあ、選手も、まあ、うん、あの追い上げましたがというところで、はい、結局 1-3-4 の1470円という結果でございまして、うん、ございました。池田選手と片岡選手が優勝でございます、うん、はい、定義中おめでとう、必ず、まあ、4点ですから、まあまあまあ、うんうんうん、確かにな、悪くないかなと思っております。もちろんもちろん、おめでとうございます、はい、うん、はい、では続いていきましょうかね、11レースです。うん、はい、こちらは1号で関博也選手、ね、ちょっと、ね、ドッキリスタートかと思ったんですけどね、これね、うん、なんかやっぱり、うん、あの本人もその辺は分かってたみたいですよ、うん、早いっていうのがね、うん、まあ、それでもね、うん、しっかりと勘が合ってたのかな、そうそうそう、勘、ね、通りではあったという感じではあったと。そしてやっぱりここもね、あの2が引き波にはまるという、うん、よく似てるんですよ、はいはいはい、これ あのレース展開がで違ったのが桐生さんのやっぱりストレートの足、うん、ここでへさきがちょっと入るくらいになるんだよね。まあ、ただね、これ僕見ててね、やっぱね、刺すところが的確ですよ、そうなの、桐生選手のね、その通りなんですよ、この辺がやっぱりね、刺すかだなっていう、そうなんですよね。でその後もほら佐藤選手がもうどんどん追っかけて、うん、今ここ、うん、あの中澤選手も含めて埼玉競りになってるんですけど、そうなんですよね、だからね、もう埼玉2人で挟みながらなんとかできないものかというふうにやったら来て 1-3 を勝ってたんで、うん、そうでね、この後もね、素晴らしいもうね、ターンの連続で、うん、あのなんていうんだろうな、うん、本当にタウンマーク際のいいところを回ってて、うん、佐藤選手がこうやってこう握って追いついてくるんですけど、うんうん、なんか抜けそうな気がしないんだよね、しないんですよ、うん、この辺すごい、おそらくね、正味のパワーはね、やっぱりね、翼さんの方がちょっとね、絶対そう思います、うん、強いと思うんだけどね、うん、まあ、この辺とかもね、おっつけ方もね、そう無駄なくてね、そうこうやってね、全部のターンで、うん、もうしっかりとまあね、あしらうって言ったら言い方が悪いんですけどね、はいはいはい、もう見事なんですよ、そうですね、うん、で、まあ、ここが1-4-3の830円でして、ね、関選手、桐生選手が優秀と、うん、まあ、関選手はもう文句なしの握りでしたね、文句なしです、もうね、そういうことないですね、はい、スタートも含めてね、はい、そうですね、
すごかった。はい、うん、というわけでここも私が的中でございます。おめでとうございます。まあ3着を前にしてるんでクソ取り紙なんですけど、あこっちはね、はい、うんうんうん、まあねでもちょっと僕、うん、自分の船券は実際ちょっと3着絞ったんで、はいはい、はい、うん、まあまあ悪くないのかなとは思っておりますが、あ見事です、ね、連続的中でございます。すいません、はい、こっちはすいませんね。はい、というわけで、うん、12です。はい、はい、さあこちらですよ、ここ、うん、ねちょっとねスタートでね、うん、ちょっとね位置がねちょっとへこんだところ、ほら容赦のない2コース見ててください、はい、まあこうなったらもうこの椎名選手は絶対行くし、そうなんですよ、だからね石丸選手もなんとか寄ってね、なんとかしようとしてるんだけど、先前だけさせてっていくんだけど、うん、それ許さないのこの人、そしてたらズバズバだもんね、それなるわ。もうやっぱり椎名さんのすごいところはね、刺されてもいいからね、うん、まくり切るっていうのに徹底しちゃうんだよ、これね、もうあの体型だったら確実にいきますから、うん、そうそうそう、で実際、うん、まあこれ中島選手が抜けて、うん、まあね、2番手争いには持ち込んでるんですよね。そうなんですよ。でね、この辺はもう大混戦からね、はい、ただこれやっぱ地元のね、うん、やっぱり稲田選手、うん、そう、まあここはね、うん、もう気合でね、ほら、そう、この辺も気合で、気合ですよね、もう締め倒したってとこだろうね、うん、でその後もね気合気合で、そうなんですよ、そう、そしてねここでね3、4号私の予想が的中してる、そうなんですよ、もうね周長これ当たってんですよ、ここよっしゃそのままっていうので ね、うん、ねちょっと声が出てましたね、はい、ただどうですか、やっぱりここは、うん、そう110倍足的に、ね、中村希友選手の方が強かったのかなという、でこの辺でちょっともう、ね、怪しくなるんだよね、また手先が入ってるかどうかっていう、はい、ギリギリなんだけど、外の方が強いのよ、そうなんですよね、だからね、それでも稲田選手最後やっぱりね、うん、しっかりこう、うん、なんとか2着っていう、もうね、そう、追っつけに行くんだよね、もうなんとか合わせてって言うんだけど、はい、あいこれもう今の瞬間ね、うんうん、ピットがね、うんうん、あの選手たちのため息がすごかったんですよ、うん、あーっていうのがね、はいはい、やっぱみんなやっぱ地元なんで ね残ってほしいという思いね、うん、あのほらピットにいた選手はみんな地元の選手じゃないんですよ、うんうん、稲田選手一人だから、はいはい、でもやっぱみんながそういうね、うん、あの大きなため息っていうところ でみんな応援してたという ね、まあ、それはピットだけじゃなく記者席でも私がね、あなたは稲田選手応援というよりは自分の船券でね、まあ、まあそうではありますけれどもね、はい、うん、はい、ということで稲田選手残念、うん、中島選手中村選手の輸出で、はい、352、33,340円と、うん、ここは荒れましたね。そうですね、はい、まあ、展開一発だったね。そうですね、うんうん、中島選手もあの記者会見で、うん、完全に展開ですって言ってましたからね。本当本当、はい、まあ、残念ながらここは的中なしという周長が惜しかったねというところで、まあそうでしたね、うん、はい、というわけで、準優勝戦3つ見ていただきまして、はい、優勝メンバーがね、うん、出揃いました、はい、というわけでこちら行きましょう。はい、はい、優勝戦展望でございます、うん、まずホワイトボードから、ホワイトボードいきますか、よかった、一応読み上げますかね。1号艇関広也、2号艇池田浩二、3号艇中島浩平、うん、4号艇片岡松弘、うん、5号艇桐生純平、6号艇中村明友という感じで、はい、代表でいうと群馬、愛知、福井、香川、あ違う、高知、高知、福島、うん、香川という感じでございます、うん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 、まずはやはりね、気力からですが、はい、うん、もう関選手文句なしですか。文句なしですよ、うん、これはもう、うん、ね、まあ、強力なライバルと見てたね、翼くんやね、茅原さんがね、うん、ちょっと残れなかったっていうのもある中で、うん、しっかりと残ってきたんでね、うん、パワー的には大バレじゃないですかね、うん、いい感じですかね。そうですね、あの、うん、一応ね、記者会見の話では、うんうんうん、直線というか伸びはね、うん、まあ一緒の人もいると、うんうんうん、どっちかといえば回り足が、うん、あのすごく気に入っているというところ、はい、まあ出足のエースの方ですよね、はい、うんうんうん、まあ特にまああの明日は結果的に1号艇になったので、そうですね、その辺もあの非常に大きいですよね、はい、さあそしてお池田選手、そう昨日ね、うん、直は B ハテナだったんですよ。 B ハテナなんですよね、分かりにくかったんだけど、うんうん、だけどね今日の伸び返しで、うん、ほとんど金原さんと同じくらいのね、うん、最初スタートでちょっとじゃられたんだけど、 そっから普通に同じに伸び返した感じで、うん、逆にへさき揃うぐらいの見え方もしてたんでね、うんうんうん、それを考えたらしっかりとこのスローから行くところとしてはその行き足あたりは A をつけて大丈夫でしょうという見え方でしたから、うん、なるほどね、うん、それでまあここでやっと AA で大丈夫でしょうというふうに決めました。
じゃあいい仕上がりと言っていい、うん、ということですよね。そうですよね。今日仕上がりが一番良かったかもしれないしね。うん、なるほどね。そういう中で、うん、はい、自信を持って普通に AA がつけられるなという、なるほど、うん、今日は足色でしたね。はい、うん、そして中島康平選手は A の B プラ。だ今日の勝ち方だとちょっと分かりにくいんですけどね。まあ、ね、展開本当に展開ですからね。うん、でもね、うん、上がりタイムもね結構早めだったしね。うん。うん、もしかしたらね、行き足あたりはね、A じゃないかって思ってはいるんだけども、うんうん、ちょっとね、それがね、日によって手前に寄ったりとか、うん、いろいろ、その辺やっぱりね、逆に整備がね、お上手だからいろいろ起きるのかもしれないんですけども、うん、なんか正味この辺じゃないかなっていうふうに見てるんですけどね。なるほどね。うん、なんかできれば記者会見ではやっぱりこの、うんうん、なんかね、歯切れ悪かったんですよ、今日中島選手ずっと、うん、悪くないけれども、うん、なんかもうちょっと物足りなさがあるという、うん、どっちかというと直線の方が、うん、そんな雰囲気 の発言をされてましたね。なるほど。だからまさに周長のこの、うん、なんていうんだろう、評価通りの感じの、うん、今日の中島選手の記者会見でのね、コメントでしたけどね。一パンチもう一つぐらい欲しいかなっていうのがあるのかね、うん、本人的にはね。本当どうするかですよね。うんうんうん、はいはい、さあそして片岡選手は A の、はい、もうね、これ安定の AA でね、うん、別にね伸びていくとか何らそういう特徴的なのあまり感じないんだけども、うん、しっかりターン周りもなんかいい感じで、うん、全部なんか欠点がない、はい、いい感じですね。なるほどね。うん、まあ、今日もしっかりね、右手の2着、うん、そうなんですよ。取ってますしね。確かにね、馬場さんより絶対にあの辺の、ね、うん、強めの雰囲気でしたからね。それを考えたら、はい、本当にバランス型 の、うん、上位ど真ん中みたいな雰囲気で考えてよろしいと思いますね。はい、うん、さあそれで桐生選手は出足 B プラ、はい、うん、直 A プラ。そうですね。やっぱりね、直線はしっかりとしてて、こうだね、うん、ただね、やっぱりターン周りでまだちょっとロスがあるのかなというふうには見えたんですけども、うんうん、仕上がったらね、すごいと思うんですよ。だいたい5本指に入ると思ってたんで、うん、もう2日目3日目あたりは、うん、だからここに入ったら僕はねほぼ2番手評価ぐらいかなとは思ってるんですけどね。今日ね、うん、ピストンリング交換して出たんですよ。そうそう、うん、これがね、うん、当たったんだって。あら、要するに下ろした、うん、下ろして変えて下ろした時に、うんうん、来たと思ったんだって、はい、ところが、うん、もう展示の時にはもう垂れてたんだって。垂れてた。リング2本変えてたんだよね。そうだから多分、うん、まあ、新品入れて一発勝負だと思うんですけど、うんうん、ただこれは、まあ、確かにね、その、うん、走ると垂れるパターンなんで。なるほど。それがもうすでにもうレースの時にもおかしいぞってなってたらしいんです。そうか、まあ、その辺が今日ちょっと垂れてというかね、うん、ちょっと回っててちょっとロスがあるような。だからまあ、その翼選手に追いかけられるっていうと、うん、その辺なのかなと思うんですけど、うんうんうん、そうですね。さあどうするかね、明日は、ま、そのリングを耐えてたんなら、まあ、うん、変える可能性がまたありますよね。そうなんだよね、うん、その辺はどういうふうにするかですね、うん、その結構ね2日目くらいがねすごいいい見え方だったりとかもしてて、うん、その辺も踏まえながらねまた明日やっていくと思うんですけども、とにかく直前情報をしっかり確認した方がいいと思いますね、うんうん、はい、また変えてくる可能性もありますし、確かに、あるいは例えば現地来るって人は、うん、桐生選手がその直前とかに水面にいっぱい出てたら、うん、今度新品のリングじゃないということなはずなんで、はいはいはい、そのあたりもなんかこうね、どうするんだろうってこう見ながら、ね、やると楽しいのかなと思いますけどね。そうですね、確かに、うん、さあ、うん、そして、うん、中村明智選手、でも直が上向いてますね。そうですね、うん、今日は良かったね。でも本当は足りないのかもしれないって思うから、うん、だから稲田さんとね、あれは桁値の差だったんで、はい、それが稲田さんのどれくらいだっていうところもねそれを見なきゃいけないんですが、ちょっと、うんうん、いや相当差があったんでね、はい、これ AA でいいの本当にっていうくらいな、うん、それくらいの迫力のあるターン周り、はい、直線でも追いついていく感じはありましたね。また記者会見の話ですが、うんうん、今日は良かったって言ってました。今日中村選手当たったっていう感じ。今まで物足りないところがあったのが、うん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 、今日は本当に仕上がったと。わお、言ってたんで、まさにこの評価、あるいはもしかしたらその周長言うように、うん、もう一段階上でも良かったのかもしれない。そうですね、そうでもなきゃね、結構な逆転劇でしたからね、うん、あれ ね、 ですよね、うん、だから木友選手は、うん、ほら石のレースでね、はい、1号艇で後輩が飛んじゃったんですよね、うんうんうん、石丸選手がね、はいはい、だからやっぱその分もってね、うん、思いは気持ちで走るところがある人なんで、ありますよね、木友選手はね。そうですよね、ちょっと6号艇でも侮るべからずと僕は思ったりはしておりますが、高校球児ですよね、元
とね、そうそうそう、あと片岡君と関君とね、3人が高校生ですね。そうそうそう、そうです、うんうんうん、よく調べたね。いや、もちろんですよ、それは校舎で17人いますからね、とそこまで調べましたね。マジか。あ、それはね、あゆみちゃんのソフトボールも含めてですけどね。はい、余談でした。うん、なんか、はい、州長は、うん、なんか今回ほら、あの、うん、いろんなこと言うじゃない、野球になぞらえて、そう、そういうのを使うためにですよ。いろいろやってんだろうな。今日の GM もね、3人ずつ全部いてね、うん、もう6人全部乗っかる可能性もあったんですよ。本当。そうそうそう、ららららそういうのもこっそり期待しながら見てたんだけどね。うん、はい、3人でした、はい。うん、さあ、そして新概念データ、はい、関選手、これ、まあ、昨日と同じ数字です、これ、うんうん、一応の一越してる、そうでもなくて、まくられ率はちょっと高いねっていう、はい、で、だから今日まくられてないんでね、はい、あのこのまくられ率はちょっと下がります。ただそれにしても刺され率との差ですよね、うんうんうん、やっぱり取りこぼすんならまくられる方が多い、逆に言うと非常に刺されにくいという、うん、ことが言えるわけですよね、うん、で、逃がし率池田浩二選手は 56.8% で、まあ、標準よりちょっと高いですね。ちょっと高めか、うん、でただ2コーズ刺しで8勝、はい、まあ、まくりも2勝ありますが、うん、やっぱり刺しはやっぱり鋭いですよね、うんうんうん、で中島浩平選手、これ昨日の数字です、これもまくり6勝、うん、まくり刺し2勝、刺し2勝で、うん、今日はこの刺しにもう1個つくのかな、今日はそういうことかな、ね、ね、1、2が接点の刺しなんで、うん、確かに、ただまあ、うん、今日は本当展開でしたが、まあ、そういう展開にも対処できるのが中島浩平選手ですが、うん、スタート同体で、池田選手が差しに回るようならもちろん握るのは中島選手だろうとでしょうねいうことになりますね、うんうん、で片岡選手は、4コースまくりございません、うん、まくり差しで5勝、差しで3勝、うん、まあ、ね、お上手ですね、さばきがね、はい、そうですね、で桐生選手も5コースまくりございません、うん、まくり差しで4勝、イメージですねこれは、はい、で、中村選手は、うん、6コースは決まりなんかつかないよというところで、頭はないのか、うん、展開考えるともうすごくオーソドックスなパターン、うんうん、あのこの数字だけ見ると、うんうん、関選手先前に池田選手は差し構え、うん、確かに中島選手が握って片岡選手差して、桐生選手まくり差しだしっていうね、まあ、木友選手はおそらく左打ち差してなんとかという非常にオーソドックスな展開になりそうな精神概念データの数字でございます。今日の、ね、10レース11レースあたりのね、まさに正攻法でみんなが言った、うん、 そうですね、そうなりやすそうな、ね、あのデータではあるね、そうですね、見たらね、はい、うん、さあ行きましょう、うん、行きますか、優勝戦でございます、うん、私から、すいません、つまんないです、おっとつまんないですが、池田さんが2着に戻るというのがあれですな。そういうことね、というかね、要するにあの中島選手しかいないわけですよ、まくりそうなのがね、はい、さっき言ったように関選手はやっぱりまくられ率が高いので、うん、関選手を脅かすとしたら、まあ、まくる選手だというふうに考えると、うんうん、中島選手なんですが、州、うんうん、長も直線どうやろって言ってるところ で、 そうですね、どこまでプレッシャーかけていけるかって難しいですよね、うん、さらに関選手がもう抜群の仕上がりともなれば、確かにそうですね、中島さんが伸び返しが、ね、かなりついてきたというのも含める と、うん、そうと中島、っていうのはありますね、中島選手が仮に握ったとしても、うん、まあ、届かんなという感じ感じで、うん、まあ、関選手の逃げ有力だろうと思ってます、はい、で、うん、州長が、ね、今日評価したように池田選手もやっぱ足が、ね、はい、悪くなさそうなんで、うんうん、だったら刺して追走、うん、でそれ以外ちょっと考えつきがなかったというのが、まあ、正直なところで、そこから何もできないというね、うん、だからもうパターンですね、うんうん、でだからもう 1、2 に絞って3時間も流す、もう秋友選手まで含めてね、うんうん、と思いつつちょっと思ったのが、うん、片岡選手も仕上がり良さそうなんで、良さそうです、バランスがいいです、中島選手握って、まあ、まさに今日の、うん、あの桐生順平差しですよね、そうだそういう感じだ、うん、でその時に、まあ、ここ前にしてもちょっと取り紙がありそうなんで、うんうん、その時片岡選手が届くのであれば、うん、池田選手と中島選手が若干もつれ合ってるのかなという部分で、はいはい、桐生選手と秋友選手のツッコミだけちょっと抑えてと、うん、なるほど、いうふうのをちょっと思いましたが、本戦はもう 1、2 前ですね、うん、1、2前だね、はい、うん、あとは風がやっぱり大事かもね、今日みたいに ね、 そうですね、強めの向かい風だと、ね、やっぱり刺した瞬間にね、浩平さんの引き波を池田さんが食らってみたいなこともあるかもしれないけど ね、 そ、 うですね、その辺はまた、あと、うん、あと明日予報では雨だからね、うんうん、そうだよね、そこはまあポイントではありますが、うんうんうん、まあ、でも関選手今回雨降ったりしたけどさ、うんうん、ずっと良かったからね、そうなんですよ、関選手のまあやっぱり仕上がりはまあ抜かりないだろうと、うん、オールマイティで良かったと思いますよ、うんすね、関さんは、はい、うん、ちょっとまあそんなつまんない予想になってしまいましたが、はい、ここでいきたいと思います、はい、州長、はい、
ちょっとね、紐がちょっと違う感じですけど、石風シャットアウト、これをちょっと完封と読んでいただきたいですね。完封シャットアウトで、ちょっとどうでしょう、完封シャットアウトで、これこう、まあなんかこうね、160キロぐらいのが出してるんで、ね、ちょっと完封できるんじゃないかなと思ってね、こんなのね、うん、いいね、でこれ僕ら回書いて間違っちゃいけないんで、やっぱりあのスタッフの方が必ずこうチェックしてくれるんですよ。はい、ここで止まってましたからね、なんだこれは、間違ってんじゃねえかとってね、完封シャットアウト、まあね、完封シャットアウト、要するにもう州長も、さすがの州長もここはもう関選手が他の5人を完封すると。そうですね、まあ、正直関さんがね、どの枠になっても、あの本命にするつもりでした。あ、なるほど、とじゃあ例えば石丸選手が逃げての2号艇であっても本命なつもりだったわけね。そうね、そういうあれだったんで、その中でまあ1号艇取った、ね、なっちゃったんで、もうこれは逃げるでしょうというのを、なるほど、もう決め打ちですね、はい、そしてね、桐生選手、そうですね、だからね、例えば翼さんとかね、あの貝原さんとか普通に狙ってたところが、ちょっとね、乗れなかったんで、その時にね、やっぱりね、桐生さん5コースから普通にね、しっかり片岡さん刺した瞬間に上行って、道中でしっかりその、なんだ、あの今日は垂れたって言うんだけど、その辺を克服して明日しっかりと答えを見つければ、足的には相当ポテンシャル高いと思ってるんですよ、さっきから言ってるようにね、ということで 2,3 着には来るんじゃないかなって。なるほど、ね、もちろんね、腕も含めての話ですけどね、まあ、もちろんね、そうですね、だから、だから桐生選手がどうするかっていうのは一つ大きな注目。そうだと垂れたの克服っていうかさ、要するに明日もピストンシリング新品入れたら同じことになりかねないわけだから、はいはい、まあ、確かにそうだよね。そのあたりがまあどうなってくるのかっていうのは本当にちょっと注目したいなと思って。確かにね、直線に関してはまず問題なく毎日あれなんで、片岡さんの上を行くのはある程度ね、刺した瞬間に行くのは行きやすいんですよ、その後にどこまでの足があるかっていうところ、まあ、さあはっきり言って、明日この枠になりましたけど、桐生選手、あの4日目の減点がなければもっと内寄りにいたわけですからね。そうなんですよね、はい、で、まあね、そういう意味で、まあ、そう、なんだろう、ね、5でちょっと人気が落ちるなら、逆に狙い目っちゃ狙い目ですよね。そこなんですよ、もうね、もしかしたら2号艇だったかもしれないのがね、5号艇で、それは結構あの配当的には普通に美味しくなると思いますんでね、で、156165あたりが一番の狙い目ですね、私としては。確かにね、はい、というわけで、まあ、いずれにしても僕も州長も、まあ、関選手というところでね、はい、はい、狙っていきたいと思いますので、皆さんね、ご参考にしていただければと思います。ただちなみにあれよ、今まで甲子園4回やって全部 SG ビナーが優勝してるんですよね、関選手が勝てば初めて、SG ビナー以外から優勝が出ると。なるほど、これでございます。はい、あ、まあ、秋友選手でもいいんだけどね、まあ、確かにね、はい、はい、というわけで、明日の展望でございました。皆さんね、ご参考にして楽しんでください。はい、さあ今日もこちらございます。今日は北海道代表門馬優太選手に来ていただきました。よろしくお願いいたします。甲子園2回目、そうですね、はい、この大会いかがですか。いや、やっぱり豪華なメンツ揃ってて、はい、なかなか思い通りにはいかないですね。あ、なるほど、やっぱちょっと今回ね、残念ながら苦戦気味というところはあったんですが、はい、ただ今日ね、3着あって、はい、あの足の方はどうですか、上向いてきてますか。そうですね、日に日に良くはなってると思うんですけども、はい、やっぱり、まあ、そこまで力のあるエンジンではないので、ちょっとゾーンは狭めなので、はい、調整はちょっと、まあ、ちゃんとしないといけないかなという感じですね。はい、でまだまだ底上げしたいというところなんでしょうかね。そうですね、やっぱり合ってないと出足関係がちょっとあまり良くはないので、そこをしっかりさせれば、もうちょっといいレースができるかなとは思います。ちょっと1本取っていきたいですね。そうですね、はい、ちょっと1本欲しいですね。はい、ね、はい、で、まあ、北海道出身ということで、はい、あのボートボーイに畠山っていうのがいましてですね、はい、それが北海道出身なんですけど、はい、ご存知でしたでしょうか。はい、一応存じてます。はい、一応この番組一緒にやってるんですけど、はい、なんか畠山に行ったことありますか。いや、ちょっと不甲斐ない成績で申し訳ないですけど、はい、もうちょっと北海道 PR できればなと、はい、頑張ります。はい、あのちなみにあのずっとスタンドの記者席にいるんですけど、はい、結構応援して見てますよ。ありがとうございます。はい、さあ、そしてね、やっぱり、まあ、北海道って言ったらもうみんなね、もういろんな、あの、なんだ、名物とかそういうの分かってると思うんですけど、はい、しかしぜひ門馬さんならではの北海道のいいところを PR していただきたいんですが。いや、 やっぱり自分的には食べ物もそうなんですけど、はい、やっぱり自然がいいと思いますよね。はいはい、自分最近ちょっとキャンプすごいハマってて、
北海道いろんなとこ行くんですけども、はいはいはい、やっぱりこれは本州ではなかなかないなとは思いますね。その特に一押し の、 その北海道のキャンプ地はありますか？自分最近まあ右側の方に結構行くんですけど、東ですね。そうですね、はいはい、やっぱりそっちの方だとやっぱ景色がすごいいいですよね。はいはいはい、まあ、ちょっと熊も結構出てると思うんですけどはいはい、はい、でもやっぱりそういうところ、はい、なんか、まあ、癒されますよね、すごい、はい、そうですよね、はい、あの僕はやっぱり、ね、聞きたいのはやっぱもう一つまたあのお酒のね、はい、あの当てとしてなんか何か僕お酒大好きなんで教えてほしいんですけど、まあ北海道だとやっぱ貝類とかホッキ貝とか結構有名なんで、はい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 、まああとはウニじゃないですかね。ウニがいいですね。やっぱりそういうところが美味しいと思います。はい、日本酒いっちゃいますね。あ、そうですね、はい、僕旭川よく呼ばれるんですよ、あの、はい、BTS に、はい、今度あの呼ばれたらぜひウニとかホッキ貝でいっぱいやりたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。心を込めて走ります。応援お願いします。はい、というわけで州長と同郷の門馬選手でございました。ありがとうね。どうです？本当にありがとう、採用してくれて本当にありがとう、はい、どうですか？でも心を込めてとか言ってたね、はい、なんか北海道、まあいいやそう、いや、まあ、でもね、本当ウニがうまいのは間違いないよ。もうバフンウニってね、はい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 、もうその高級なウニなんだけどね、それがめちゃくちゃうまいです。ね、いいね。うん、ホッキ貝。そうなんだよね。いいね。そしてこの雄大な自然をね、はい、満喫してるわけですよ。はい、もうね、なんで今、まあ、なんか今一つあるやな。え、いや、じゃあわしはね、だから船券でずっと買い続けてて、はい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 、ね。明日ね、6号艇と4号艇だから、そうそうそう、ちょっと船券に絡むだけで、3レース6号艇と8レース4号艇かな、うんうん、そうそう、うん、まあゾーン狭いって言うんだけどもね、うん、あのセット交換してからしっかり上向いてるとは思ってるんで、うんうんうん、そのゾーンをしっかり掴んで、うん、もうそこに投げ込んでほしいね、パーンとこう、うん、また合わせたな、野球に、まあ、いやまあいいですけどね、はい、まあね、本当頑張れもんま、うん、あのね、州長と同郷ということで、明日本当来れば本当は何になると思うんでね、うん、そう、生で頑張るんじゃないかいっつってな、うん、うんうん、はいはい、うん、何なんかさ、うん、なんか今一つ投げやりじゃない、いやいや、なんかいや、ちゃんと明日、うん、ピットに行ってわしも直接ちょっと空気入れようかな、ここはやめといた方がいいと思います、はい、うん、はい、というわけで、今回ね、はい、あのこうやって各あの代表ということで、まあ、どちらかというとレーサーの数が少ないね、あの都道府県からこう取り上げて、いや、もうぜひぜひね、うん、毎回そうでやってほしいよね、あの甲子園というのはここが一つの醍醐味なんでね、うんうん、はい、もうこれまだアーカイブとか残ってるんですよね、よかったらこの今までの門馬選手入れて6人ね、はい、ぜひぜひご覧いただければと思います。そうですね、はい、というわけで、今日はこちらもございますので行きましょう、はい、はい、優勝戦以外で明日の勝負レースということで一つずつピックアップしました。まず僕は10レース特別選抜 B 戦、やっぱり石丸選手ですよね。あの今日残念ながら1号艇で、はい、やられてしまいました、うん、まあ、しかしただ、まあ予選トップ通過ということでね、足の方の仕上がりはもうもちろん問題ないと思いますので、もちろんですね、次には石丸選手の頭から、うん、狙ってみたいなと思いますが、うんうんうん、一応折り返し、うん、池中選手も悪くはないわけだから、もちろんそうです、悪くないですね、池中選手の逃げもそうだし、うんうん、あと金子選手ね、あの昨日あの、うん、インタビュー出ていただいて、やっぱこちらも足がいいという話だったんで、はい、あのスタートで大体だと金子選手が先攻めっていうパターンもあるなというところで、うん、確かに金子選手もまあ一応2着なんですが、うんうん、頭もだから 3-4 ってことですよね、ほう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 、っていうのをちょっとまあ狙ってみたいなとというところでございます、うん、3着は、まあ、一応岡崎選手ね、うん、一応入れてという感じかな、そうですよね、岡崎さんも和装悪くはないと思うんですよね、うん、ですよね、はい、うん、というわけで私は選抜 B でございまして、はい、そして州長は特別選抜 A でございます、A で、はい、翼リベンジですね、うん、やっぱりね、まあ、で貝原さんもそうなんですけどね、うんうんうん、やっぱりこのちょっとずっと気を入れてきた私の中ではね、うん、絶対あのファイナル決勝戦に残ってほしいなと思ってた2人なんで、うん、ここではちょっと別格だろうという私の中では思いましたね。椎名さんももちろんね、今日いい足でね、うん、ああやってまくりには行ったんですけどね、椎名選手もリング交換でしたよね、うん、そうそう、うん、でもね、陰線向きかどうかってのはちょっとまだ分かんないところもありましてね、はい、うん、そうそう、その辺しっかりとね、あのパワーで
2と4がこう持っていくんじゃないかっていう腰ながら。これは枕想定なの、うん、どっちかっていうとこの 目で言うと。そうね、まあ直枕、うん、そうね、直枕してくれたらありがたいし、うん、まあ差しだとしてもね、うん、貝原さんあたりが ものすごい攻めたり馬場さんの攻めも早いんで、うん、それがわさわさってきて椎名さんがちょっと流れたりとかするんじゃないかなっていう。なるほどね。で一茂さんはやっぱりねこれ本当ね足はなかなかいいと思うんですよ。いや本当ですね、うん、今日もしっかり2番手争いにね食い込んでましたしね。そうそう、うん、でここがやっぱりね穴としては一番面白いところかなっていうんでね、うん、確かに、そうだから椎名さんをねだから別にねダメで消したわけではないんですけども、うん、もうあの2とか4から狙うんであれば、うん、もうちょっと高め高めの配当で攻めたいなっていう、うん、そうなんでというところですね、うん、はい、そうです。で貝原さんの頭も少々と、はい、抑えると、うん、はい、というわけで、はい、周長は11レース特別選抜 A でございました。こちらを皆さんねご参考にしていただければと思います。はい、さあ、今日も告知ございます、うん、ボートレースこうじゃボートレースにゃんこ甲子園日本一を決める、うん、にゃーキャンペーンでございます、はい、オリジナル巨大クッション&ルームウェアや、うん、オリジナルハンディファンクオカードなどが当たるボートレースにゃんこ甲子園日本一を決めるにゃーキャンペーンを実施しております。はい、詳しくはこの番組の概要欄に記載されているキャンペーンサイトをご確認ください、うん、もう明日最終日です ね、 そうだね、はい、皆さんお早めに、ぜひぜひキャンペーンサイトから、エントリーしてください、はい、早めに、はい、スポーツナビです、元プロ野球選手の山本昌さん岡島秀樹さんでボートレース界から丸野和樹、野田翔吾の対談動画を公開中です、はい、番組概要欄の URL からご覧ください。い毎日言ったので最後も言いましょう。真ん中の方は DJ ケチャップさんです。 DJ ケチャップさん、はい、ありがとうございます。だから、うん、ケチャップさんが主役みたいになっちゃった、ね、はい、ぜひぜひこの野球選手、うん、全野球経験者ですから ね、 そ、 うなんだよね、その対談ぜひご覧ください、はい、さあそして週刊ボートボーイですが、うん、次回は、ミッドナイトですね、うん、これはですから7月15日、はい、23時から、ライブ配信でございます、うんうんうん、23時からライブ配信か、そうだね、そうだね、ミッドナイトだもんね、はい、なんとしかもこのミッドナイト若松なんですが、うん、ボードボーイカップです。おというわけでその負けられない戦いだね、はい、優勝戦展望してまいりますので、うん、ちょっと遅い時間ですが皆さんねぜひぜひお付き合い、今回三島圭一郎とね、はいはい、なんか州長この時あれなんでしょ、うん、北海道で里帰りしてるんでしょ。そうですね、はい、もうそうキャンプもしてこようかなとかね、はい、ウニでも食べようかなとかいろいろ思ってますよな、はい、これは。あの23時からこれをちゃんと、うん、見てコメントとか入れてくださいね。わかりました、ライブですからね、かしこまりました、お願いします、必ず入れます、はい、はい、まあ、あの入っても無視するかもしれませんがね、うん、はい、はい、うん、はい、というわけで皆様、一節間、ご覧いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました、はい、まあ、次回はミッドナイトですけれどもね、うん、まあ、またそのミッドナイト、そのミッドナイトのとまたなんかいろいろあるとは思いますので、はい、はい、またまたね、週刊ボート、うん、あとそうだ、うん、ね、展望の方ももちろんね、はいはい、再来週だよね、うん、再来週またこのコンビがまた見られると思いますので、そちらの方もぜひぜひご覧いただければと思います、はい、はい、というわけで皆様一節間ありがとうございました。ありがとうございました。次回は、ミッドナイトのライブでお会いいたしましょう、うん、それでは皆さん明日頑張りましょう。さようなら、さようなら。